私はランディ・ウォレス。オカルトの権威イアン・マシスン教授の下で勉強しようとロンドンへ留学した。ところが狼男に襲われ呪いを受けてしまった。それ以来満月の夜になると血が騒ぎ、YouTube 吹き替えるチャンネルへようこそ。はい、今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。MC を務めます水落由紀子です。この YouTube 吹き替えるチャンネルはテレビで見られる日本語吹き替え版作品の見どころ、聞きどころを、そして出演声優などをこの謎のミスター吹き替えるさんがご紹介する番組です。ということで今日の作品早速ご紹介させていただきます。狼女の香りということで声の出演まいります。ケイト・ホッジ演じるランディ・ウォレス役を水谷優子さん、ニール・ディクソンが演じるイアン・マシスン教授、が神谷和夫さん、そしてジュリアン役が成田健さん、エルサ役秋元千佳子さん、イアンの父石森拓光さん、イアンの母島美也子さん、キップ役を坂口哲夫さん、そしてたくさんのゲストの方がご出演されます。ということで、見どころ、聞きどころを謎のミスター吹き替えるさんにお聞きしてまいりましょう。ミスター吹き替えるさん、どうぞ。ミスター吹き替えるでケロよ。ケロ。ケロ。満月の夜には気をつけないと大変なことになるケロよ。なるけれど、怖い。はい、ありがとうございます。はい、もう題名からわかりますよね。はい、ね、もうネタバレ。出落ち。もう予告を見ていただくとね、もうバッチリでございます。はい、ぜひ、はい、この下にね、概要欄にありますので、ぜひご覧ください。はい、ということで見どころお願いいたします。はい、これはですね。はい、狼男の映画のシリーズっていうのが、まあ、はい、昔ありまして、リメイクとかもいろいろされて、バラエティも飛んだ現代解釈ものとかもいろいろあるんですが、またいろんなリメイクがね、ハウリングとか、はい、狼男とかアメリカンとか、ありましたけど、まあ、大体同じルールなんですよね。はい、満月で変身して、で、死ぬ時もルールだったりとか、はい、あるんですけど、いろんな細かいルールあるんですが、まあ、それを、テレビシリーズでやってみましょうっていうことで、うん、1990年に、はいイギリスとアメリカの、はい制作会社が一緒に作ったのがこの「狼女の香り」というテレビシリーズですね。はい、で舞台はもうイギリスの方を舞台にして、うんはい、でそこで事件がいろいろ起こると。いう流れで、スタッフもイギリスの方も結構投入、当然合作ですから両方のスタッフいるんですけど、はい、そうするとね、アメリカで作ってるドラマのようにですね、アメリカのドラマってまあ割と分かりやすくて、はい、雰囲気も明るくて、はい、キャッハーが多くてアメリカ万歳とっていうような割と軽い気持ちで見れるドラマがアメリカ産だとそうなんですけど、はい、今回ねちょっとイギリス色が強いんですよ。うん、ああ、ちょっとミステリーな感じですか？重い感じ？ちょっと重さが入って、まあ、シリアスさが入ってて、基本は、はい、まあ、主人公の、その、2人の掛け合いがコメディチックなんですけど、まあ、周りにいる、はい、家族とかも、まあ、割とコメディリリーフとして出演してるんですけど、はい、時折、ちょっとシリアスな描写が、ちょくちょく入ってくると。笑いの中にも、シリアスなものが入ってきて、はい、ちょっと考えさせたりとか、その気持ち、見てる視聴者の気持ちをちょっと書き立てたりとか、はい、感動させたりとかっていう部分が入ってるのがちょっとイギリス的かなと。ああ、うまいですよね、そういうストーリーなところ。はい、ちょっとヘビーな部分をわざと入れるとかですね、そういうのをやるんですよ。で、完全懲悪じゃないような、結末のつけ方っていうのも、そのイギリスっぽいところがあって、一応話はまとまるんですけど、はい、例えば悪いことした人がそれを、まあ、刑務所とか行かずに、はい、そのままになるとかですね、そういうのがよくあるんですけど、イギリスのドラマっていうのは。はい、今回もだからそういう結末のものもちょくちょくあります。ああ、そうなんですね。1話完結ですよね。1話完結です。はい。ですから、まあ、どのエピソードから見ても大丈夫なんですけど、ちょっとそのアメリカの、いわゆるアメリカドラマとはちょっとまだテイストが違う、イギリス独特の雰囲気っていうのが、なかなか味わい深いところでもあります。見どころですね。はい。はい、今回はね、写真とか使えるんで、それでストーリーの骨になるっていう、まあ、中心になるのが、はい、主人公は女子大生なんですけど、はい、イギリスに今、オカルトの勉強をしにやってきて、オカルト学っていうのをやってるのが、はい、そのイアン・マシソン教授。はい、そこに主人公のダンディ・ウォレスっていうのが留学するんですね、イギリスに。はい、で、その教授の家族が下宿やってるんで、そこに身を寄せて、うん、で、まあ、2人が知り合いになるんですけど、はい、で、ダンディさんはですね、はい、フィールドワークっていうのは、まあ、実地調査で山の方に行って、はい、オカルトの実地調査をやるんですけど、ごめんなさい、口が回らない。実地調査をやるんですが、はい、そこで狼人間に襲われてしまうんですね。うん、で、狼人間に襲われて死ななかった場合は、はい、狼人間になっちゃうっていう、これも狼男映画のルールの一つなんですけど、はい、で、このランディさんは死ななかったんで、うん、狼女になっちゃうと。おー、変身途中ですね。途中ですか。満月の夜になると、はい、だんだん毛むくらで牙伸びてきてっていう狼人間になりますと。はい、いうところの、一部映像ですけど、写真です、ね。はい、で、まあ、最終的にどんなになるかっていうと、はい、こんなになります。うわー、怖っ。すごいですね。口裂けの、はい。口裂けてますけど。ちょっと、はい、ね、狼男って結構ちょっとイケメンっぽくないです？狼になっても。もともとがですね、狼人間っていうのは俳優さんのね、顔に毛を少しずつつけて、まあ、変身シーンを演出して、仕上がったものっていうのは、まあ、元の俳優さんの顔がそのまま残ってて、まあ、ちょっと牙とか鼻とか眉とか伸ばしたりとか、毛むくじゃりしたりとかっていうのが、はい、まあ、これまでの狼人間のパターンだったんですけど、まあ、一部ね、映画とかでね、そのハウリングみたいに、ハウリングとかオカルトとか、ね、アメリカンっていうのはもう結構狼と着ぐるみ状態みたいな。いや、でもちょっとなんでこんな顔になっちゃったのか、ちょっとかわいそう。ちょっとまあ正面からなんで、横から見るともうちょっとね、鼻が長いですね、犬みたいにね。ねえ、もうちょっとね、うん、はい、はい。いやー、すごいですね。ちょっとその、まあ、人間っぽさを残しながらも、はい、結構狼の部分をうまく取り入れてるんで、割とね、気持ち悪いんですよ、見てると、この。アナログのメイクなんですけど。あ、考えたらそうですよね。90年。ね、指示じゃなくて、もう完全にマスクをかぶって、特殊メイクなんですけど、はい。狼と人間のリアルさを結構両方取り入れてる結果、なんとなく見てると気持ち悪いって言うんですね。変な怖さが出ちゃってるって。キモコワ感じです。すごい完成度が高い特殊メイクには今の時代から見えないんですけど、当時のまあ技術で、デザインの方をね、だから工夫してやってて、で、またこれ全身は映ってないですけど、上半身キャンプジャラなんですけど、下半身って、まあ、女性の体のままなんですよ。ちょっと毛が生えてるぐらいで。はい。で、下半身だけエロティックっていうのはまたね、なんか不気味で、こんな顔なのにみたいな。まあ、そういうところもちょっと楽しみということですよね。はい。なかなかでも動いてるから、そんなね、なんか全身をまじまじってなかなか見れない。たまにまあ出てくるんですけど、もちろんその女優さん、ケイト・ホッジが演じてるんではなくて、別のスタントウーマンがこの着ぐるみの時はやるんですけど、その方の動きもすごい機敏なんで、狼人間としての動きが。はい、迫力がある動きになってますね。はい、じゃあそこも見どころですね。はい、はい、ありがとうございます。さらにイギリスで、アメリカじゃなくてイギリスっていうポイントがもう一つあってですね。はい。ちょっとね、当時まだ規制がね、緩いんですよ。ほう。そうすると、ホラーもんですから、はい。残酷描写とかホラー描写が結構、まだね、そう、結構ね、テレビのくせにって言っちゃダメなんですけど、テレビなのに、テレビ、うんうんうん、結構びっくりするような、はい、ショック描写がいろいろありましてですね、ちょっと一つはこれなんですけど、これはいうん、サキュバスって言っては男性の性器を吸い取る魔女が出てくる話なんですけど、はいはい、あることをすると死んじゃうんですけど、死んだ時にドロドロに溶けちゃうんですね、その魔女。じゃこの先を見たい方は本編をぜひ。そうですね。ということですね。はい。でまあ首は飛ぶわ、腕は落ちるわ、うん、体はこんな溶けちゃうわ、そういうエピソードはいっぱいあるんですよ。はいはい。だからそういうところもね、ちょっと今のテレビシリーズと無理な描写っていうのは、はい、見られないようなちょっとオカルトチックな、はいちょっとスプラッターまでいかないですね。でも結構血も出ますね。血のりも出ますから大量に出ますんで。そういうのお好きな方はね、ちょっと、はい、ちょっとだからやっぱりその90年代の頃のなんていうんですかね、ああいうちょっと怪しい雰囲気が見られていいですね。はい。はい、で、まあ、シリーズ、うん、どんなエピソードを見ても、まあ、面白いんですけど、はい、ちょっとね、うん、おすすめなエピソードとして、シリーズ最高傑作って言われてるのがあってですね、はい。全20話のうちの最も人気があったのが、はい、今写真出しますけど、うん、これが、はい、第14話の、はい、SF ショーの回っていうエピソードですが、はい、これ、水落さんご覧になりましたよね。はい、ちょっと先に拝見させていただきました。はい、いや、もう面白い。もうのっけから、みたいな感じから始まって、もうこれはもう、ね、もう、はい、その作品のパロディですよね。スター・トレックのパロディです。はい、まんまって感じ。まんまだし、それがこう、パロディなんですけど、そのちゃちいところがまた、よく考えられてるし、そうですね、あとね、成人のなんかいろいろもうおかしかったです。ちょっと本当これはね、本編見ていただいた方がいいと思います。はい、そんな中でも見どころは、はい、そうですね。まずスタートレックのパロディ、この写真見てもらってわかると思うんですけど、はい、コンベンションですね、いわゆるね。うんうん、往年のそのスターが昔のファンに対してはい、こういうコンベンションを、でサイン会やったりとか、はい、ファンミーティングやったりとか、これ今も、うん、アメリカでやられてます。日本でもね、はい、日本でもね、今最近流行りですよね、うん、はい、開催したりしてるんですけど、はい、まあ、そういうところで今回雪山のね、山荘っていうかホテルの中でこれをやってて、はいはい、で閉じ込められちゃうんですけど、うん、そこで殺人事件が起こる。そう、殺人事件が起こるっていうですね、はい、ちょっと異色、内容も異色なんですよね。ねえ、だって SF とのパロディ作品とパロディと雪山と閉じ込められて殺人事件という、ね、すごいですよね。ミステリーになっちゃってるんですけど、はい、結構面白いんですよね。これね、やっぱりストーリーの工夫もあるし、誰が犯人かっていう犯人探しもありますし、はい。で、結末の付け方っていうのも、動機とかも超笑えるんですけど見てもらうしかないんで、ちょっとね、何言ってもネタバレになりそうなんで、はいはい、そう見てもらうのがいいんですが、はい、あと狼女の香りだけど狼女にならないエピソードと一つでございますね。これはね、普通に事件解決しちゃうっていう。そう、途中でどうやったらどこでなるのかなって思いました、正直、はい、あれなんないんだ最初はなんか丁寧に、最初の頃のエピソードは狼女に なるところっていうのを描いてたんですけど、だんだん描かなくなるってなんか他のね、お話が楽しいとそっちに行っちゃう感じがします。そうですね。ねえ、面白いですよ。はい、とにかく14話。はい。はい、で、あともう一つはね、この狼人間になったら、はい、うん、むちゃくちゃなパワーを出せるっていうのがあってですね、うん、はい、結構力技での解決っていうのがありました、ね、はい、例えば狼人間がもうその強すぎるんで、はい、ネタバレになっちゃうとあれなんですけど、はい、もう一回手動かしただけで相手死んだりとか、あやもう思いっきりお腹えぐりましたみたいなのとか、あと狼人間同士の対決とかもあったりするんですよね。とにかく強すぎちゃって、で、敵とかも、敵っていうかモンスターとかも出るんですけど、いろんなゾンビとかも出ますし、そういうのも、もう狼人間化しちゃえば、瞬殺みたいなエピソードもあるんで。だから面白いですよね。なんかいろいろな、そのモンスターとかも出てくるし、本当にいろんなものがこう、てんこ盛りになってる作品だと思いました。はい。一応だから呪い、狼人間になるっていうのは呪いっていう前提なんで、それを解くために、手がかりを、求めて主人公2人がですね、いろんな事件に出会うっていうですね、そういう流れで、まあ一応そういう、なんていうんですね、無理やりの設定じゃなくて、怪奇事件に出会う理由付けっていうのはちゃんとやらされているっていう。狼女の香りのシリーズっていうのが、イギリスとアメリカの合作で始まったにもかかわらず、14話までは合作なんですけど、15話からイギリスの会社がちょっと降りちゃったんですね。あ、そうなんですね。で、最後の6話っていうのが、舞台がアメリカに移るんですよ、いきなり。もうアメリカの制作会社だけなんで。で、そうするとね、ちょっとイギリスでやってる時と違う傾向っていうのが物語上も出てくるんですけど、それ以外に、ちょっと出演されてる方がアメリカに移ったことによって、ちょっと馴染みのある方が出てくるっていうね。まずね、1人目がね、これトロルの役をやってるんですけど、もう特殊メイクしてるんで元の顔わかんないと思うんですが、これは第15話のトロルのいたずらっていうやつの、トロルのボス役をやってるんですけど、これね、ポール・ウィリアムスっていう方なんですね。はあ、特殊メイクでなんでわかんないんですけど、有名なのは「ファントム・オブ・パラダイス」っていうので、敵役をやって、で実際にはまあこれシンガーソングライターというかミュージシャンの方なんですけど、映画も結構出てらっしゃるんですね。最後の猿の惑星にも出て、猿のメイクしてたんでそれもわかんないんですけど、特殊メイク好きなんですね。ちょっと背の低い方なんですけど、この方が出演されてますと、テレビシリーズですけど。で、もう一人、ちょっと、見ていただきたい方がいらっしゃるんですけど、この方、ちょっと面影が今もあります。面影？誰だろう？これがですね、トーマス・ジェーンなんですね。トーマス・ジェーンっていうのは、ミストの主役やったりとか、あとはパニッシャーのね、ジョン・トラボルタが悪役やったパニッシャーの方の主役とか、やってらっしゃる俳優です。これがね、若い時のですよね、だからね。名前もね、ちょっと違うんですけど、トーマス・ブリジットっていう名前で。わかんないじゃないですか、それ。すごい。それはまた見どころです。唇とね、顎とか目のところに今のトーマス・ジェーンが出てます。なので、ちょっとそのホームページから全部の配役見ていただいて、おっとっていうのはありましたら、ぜひぜひご紹介くださいね。とにかく、20話でね、全部で20話なんで、サクッと見れますし、どのエピソードもテンポは早いです。当時のやっぱりテレビドラマなんで、1話にぎゅっと、見どころを詰めて、展開も早いですから、飽きずに見れるっていう感じですね。何話か見させていただきましたが、面白かったです。そうですね、ストーリーも結構工夫してあるエピソードも多いので、こういう手法で敵をね、退治するとかっていうのとか、いろいろあるんで、バラエティに富んだエピソードで楽しめると思います。ありがとうございます。そして、聞きどころはいかがですか？これはですね、先ほどご紹介いただいた、主人公2人、これの水谷優子さんと神谷和夫さん、このね掛け合いが面白いんですよ、この2人の会話が。で、特にね神谷和夫さんって結構2枚目の吹き替えとかいろいろやられてるんですけど、映画とかの吹き替えでジュリアのジェンマとかもやったことあるんですけど、そうなんですよ。結構ねこの方のボケっていうのがなかなかイケててですね、軽い感じで笑いにつなげるようなセリフ回しとかをされると。で、まあ、そこに水谷豊がツッコミを入れるみたいな、はい、のは、ね、いいコンビでそういい、すごいいいコンビで、うん、この会話聞いてるだけでもすごい楽しいんですけど、はい、でそれから、まあ、各エピソードの、はいその声優さんが、ね、すごいんですよ。放送は93年日本テレビ深夜ですけど、はい、配役がね結構この20はものすごいことになってて、はい、まだ新人時代の方から言うと、はい、石田明さんとか、はいね、小安武人さんとか、はい、そういう方とかも、ねはいまあ、藤原圭司さんとかもそうだと思うんですけど、そうまだ出たての方々が男一とかですよ。そうですね、ヘリの声とかね、宮本充さんとかねとかそう、ヘリの声が宮本充さんですよ。もうびっくりですよね。もう配役見ただけでもうっていう感じです。そうですね、それを見つけるのも楽しいですよね。田中敦子さんとか女性の方もね。はい。いやもう私これ全部読みたいんですけどいいですか？読みますか？読みたい。本当に。じゃあちょっと早口で全部読んでもらっていいですか？マジですか？いきますよ、じゃあ。第1話は、京田直子さん、有本金龍さん、中田和弘さん、もう、あとは小安武人さん、段さん、もう江川さん。はい、第2話、菊田由美さん、坂さん、中野さん、石田明さん、千葉小僧さん、はい、それから大型健一さん、石塚無長さん、北村光一さん、横尾真理さん、鈴木克美さん、松本大さん、石野隆三さん、窓野さん、吉田涼子さん、そして小島敏彦さん、辻新八さん、相見陽子さん、坂東さん、沖さん、佐岡さゆりさん、柴田秀勝さん、原さんに勝田さん、塩田智子さん、湯屋さん、伊藤さん、秋元さん、佐藤愛さん、谷育子さん、宮内浩平さん、小杉十郎太さん、相沢正樹さん、佐藤忍さん、滝沢久美子さん、田原春乃さん、バラさんに柳川さん、金龍さん、ああ、もうたくさん、どうしよう、寺内由美さん。そうやめます。息が切れてきちゃった。あと誰かいる人いますかね。あ、堀内健雄さん、相沢正樹さん、金井美香さん、早見翔さんまた、中田和弘さんがもうね、男とかやってる、石野さんに北さん、石井ひろ子さん、石森拓子さん、稲葉実さん、もう本当に大先輩方もう。本当に主役をやってる方がもう勢ぞろい。こんな配役なかなか見たことありません。ということです。すごいですね、吹き替えるさん。吹き替える大作戦のサイトに、はい、全キャスト載せてあるけどよ。そこ読んでください。私読まなくてよかったじゃん。すいませんけどよ。本当にもうすごいゲストの方々がすごい。そうですね。これだけなかなか揃えるのはもう今となってはまあ亡くなった方もいらっしゃるんで、はい、もう到底無理と。そうですね。なんたって演出が福永寛司さんですから。たびたび。この YouTube チャンネルでも話題になってる福永さんです。はい。福永さんですよ。もう本当にのキャスティングですね。本当に素敵な先輩方がたくさんお出になってらっしゃいます。ぜひ全話見てください。はい。他に聞きどころはいかがですか？今もうベテランになってる方、当時新人とか、もちろん大御所の方も。ちらほら出てらっしゃるんですけど、まあ、柴田秀勝さんとか、はい、大木民生さんとかもそうですけど、はいあと亡くなった方もちょっといろいろいらっしゃるので、そうですね、そういう方たちが、まあ、いわゆる吹き替え全盛期の頃の作品なんで、そういう人たちの共演っていうのも、聞いてみてほしいですね。ねえ、本当ヘリの声いいですよ。そこにこだわりますが、ね、今と聞き比べてみるっていうのも、はい、面白い話ですね。そうですね。他の作品の、ね、聞き比べ、はい、はい、いいと思います。やはりこれさっき溝下さんにも声優さんの名前挙げてもらいましたけど、はい、うん、そうそうたるメンバー方々のいらっしゃるんですけど、はい、93年の制作なので、はい、まだね、まあ、新人の方男1、女1みたいな感じで、はい、うん、今活躍されてる方がそういう役でかなり出てらっしゃいます。ねえ、本当に。もうで、そういう意味でも、はい、もう30年近く前ですけど、はい、まあ、吹き替えの研究をされてる方が、ファンの中いらっしゃるかどうか分かりませんが、いやいや、いらっしゃると思いますよ。うんうん、ちょっとそういう吹き替え史的な部分、吹き替えの研究としての、はい、いい資料じゃないかなと。もう教材になりますよ、これ。伝説です。この方がこういう役を新人としてやってましたっていう、その声が聞けるっていうだけでも、ね、かなり価値があるんじゃないかと思います。はいはい、18話の高野うららさんがなんと女優。もう脇の役ですね、完全にね。ねえ、本当になんて贅沢。まあ、当時はまだ新人だったんですよね。そうですね。はい、そういうところも聞きどころですね。はい。はい。はい、で、ここからが、はい、うん、はい、またいつものコーナー、水落さんの交友録ケロよ。交友録ケロですか。交友録ケロですか。そうですね。まずとにかくランディの役をやった水谷優子さんね、ちょっともう本当にお若くしてお亡くなりになってしまって、はい、もうそれだけが残念でならないのですが、優子さんとはですね、CSI やチャームド、魔女三姉妹、NYPD などなどでご一緒させていただきましたが、はい、一番回数多くご一緒させていただいたのが、バフィー恋する十字架でした。はい、優子さんはサラ・ミシェル・ゲラー演じる主人公のバフィー役でいらっしゃいました。私がまだまだね、ド新人だった頃なので、すごく親しくお話しさせていただくことってね、スタジオの中ではあまりなかったんですけど、でもこんな私のようなね、ド新人にもとにかくいつもニコニコ笑顔で答えてくださったのがとっても心に残ってます。はい。先日ゲストにいらしてくださった深見理香さんも、とにかくいつもニコニコして人の悪口を言ったり、イライラしたり、怒ったりしたところは見たことがないとおっしゃってました。あとですね、下のお名前が同じで、国民的アニメで共演していらっしゃった佐々木優子さんもですね、水谷優子さんについて、本当に本が好きで、本屋さんによく行ってる方だったということでした。たらこさんが、犬や猫を飼ってらしたので、そういう本を見つけると、毎週のように買ってきて、好きだと思ってと渡していらして、その時のたらこさんの喜ぶ顔を見ている水谷優子さんの顔がまた嬉しそうなのとしてやったりっていうのが混ざったような可愛い顔をされていたのが印象的だったとおっしゃってました。あと、はい、その番組でね、アドリブを入れるツボとタイミングがなんかお二人似てらっしゃってるということで、同時に喋り始めちゃってすいませんってなることが多かったらしいんですけど、もうね、番組の後半もね、後半にはね、アイコンタクトを取って、なんか、二人でね、こういい感じでやってらしたということでした。うん、本当にいつも周りに笑顔と温かさを振りまいていらっしゃったんだなって思います。2016年5月にお亡くなりになりましたけども、7月にお別れ会があって、で、私も参列させていただきましたが、とにかくたくさんの方がいらしてて、皆さん本当に同じことをおっしゃって、優子さんの笑顔しか思い出せないっておっしゃっていましたね。本当に早すぎだと思います。本当になんで早くね、亡くなりになっちゃったかなと思います。だからこれ見て、いやもう30年前ですもんね。はい、お若い、なんか20代かな、優子さんが。多分。ですかね、当時。お年とかあれかもしれないけど。お若い時のね、30年前ですからね、お若い時の声でもう、とっても、チャーミングで、すごい素敵でした。はい。はい。はい。ですね。はい、まずは。水谷優子さんですね。奇跡に入られてね、ですけど、有本金龍さん。もうやっぱり飲みに行くとですね、結局飲み会の話、よー、みぞちゃんとか言ってね、デートもしてくださるんですよ、金龍さんが。うん、本当に、もう感激でした。あとは、ダンさんですね。ダンさんはね、芝居が大好きで、よく舞台をねやってらして、舞台の方にもよく行かせていただいて、なんだろうな、ああいう芝居ができたらいいなって思った先輩の一人です。そして北由美さんね、2話のねリサ役ですかね、はい、はい、同じ事務所の先輩なんですけれども、はい、北由美さんはですね、実は法医学とか結構やられてて、引っ越すときは言ってね、はい、法医学というか法医ですかね、はあ、はい、引っ越すときは言ってねって言って、必ずいい方角とか悪い方角とか、あと家の間取り、風水とはまたちょっと違うんですけど、はい、なるほど、方角というかね、うん、はい、で家の仮想っていうんですかね、家の方角とか形とかも見てくださるんですよ。はい、はい、だから何回も喫茶店でこっちはどうかしらとかいろいろ、はい、だけど結局引っ越さないで、いや一人暮らしがしたかったってその頃ちょっと相談したりとかしてましたけど、うん、結局ずっと実家暮らしでございます頑張ってますよ、はいあとは中村秀俊さんですかね、はい、はい、よく作品ご一緒させていただいてて、私ちゃんとした舞台ってねなかなかやったことなかったんですけど、秀俊さんがヒデさんってみんな言ってるんですけど、ヒデさんが持ってらっしゃる劇団の芝居にお声がけいただいて、いや私本当に芝居舞台とかできないんですけど大丈夫全部教えるから本当ですかって言いながらで言ったら叶姉妹みたいな役で名前ごめんなさい、象なんとか象印姉妹みたいなそんなような名前で叶姉妹のちょっとパロディーな、だからちょっと色っぽくて、はいはい、もうそうよみたいな感じの役でございましてはいもうすごくそうかと思って、まあでも全くなんでしょう、動けないし、あとヒデさんが野沢那智さんの、はいはい、はい、バラ座からね会社なので、セリフがすごい早いんですよ。もう縦板にしてダーッとやるので、もうそれにまず追いつくのが精一杯で、もうとても動けない、もうそれこそよく右手と右足が一緒に出るような、もうそんな状態だったんですけどももう一つずつ全部もうつけてくださって、動きを、うん、もう本当にありがたかったです。はい、なんだろうな、舞台のお芝居をで教えてくださった先輩ですね。はい、はい、そう、みぞちゃんはいつもスタジオに入るときにちゃんと挨拶するからそれが良かったんだよって言ってくださって、うん、なんか本当に恩人です。ありがとうございます。はい、あとはもうね、あとはそうですね、稲葉さんとか小島さん、坂東さんは前私Qプロという事務所で、はい、ご一緒させていただいたのでよくご一緒させていただくんですけれども、本当にもともと Q プロって舞台のね事務所だったので、はい、なんていうのかな、その舞台に裏打ちされた芝居を皆さん先輩方されてるので本当に勉強になりました。はい、皆さんに本当に感謝でございます。もうね、たくさんいらっしゃいすぎてもう言えないぐらい、藤木聖子さんはもう飲むと楽しいですよ。飲みの話も。はいはい。飲むの話。あとはそうですね。石野隆三さんは語り芝居をやってらっしゃって。もう江戸時代に住んでるんじゃ、いまだに江戸時代に住んでるんじゃないかなっていうぐらい、普段から私とかっておっしゃる、こう、とても、落語じゃないんですけど、それを一人で語り芝居をやってらっしゃる時の、その前の工場員をやらせていただいて、で実は、はい、はい、石野さん、実は大学の先輩なんですよ。はあ、この世界に入ってから知ったんですけども、私、ちょっと理系の学校で、あんまり役者になる人っていないので、もうびっくりでした、こんな近くに。はい。名前言っちゃいます、大学名。いや、いいですか。そう、東京農業大学で、はいはい、もしかすると、学園祭で、ね、もしかすると OB でいらしてたりとか、ね、したかもしれないですね。はい。なので、そう、お会いすると、ちょっと、理系な考えをされるんですよね。はい、やっぱり、すみません、うん、その辺が、あ、やっぱりそうよねって感じは意見してます。はい、あとは相沢雅樹さんね、カラオケがとても上手でですね、はい、ライオネル・リッチーの役を、はい、いつもエンドレスラブをいつも2人でデートします。歌われると。はい。歌われます。はい。まあ、あと、ケインユさんもお出になられてますしね。お母さんも大好きな方ばっかりです。語り尽くせない。一晩かかる。ということで、このぐらいにさせていただいていいですか？はい。はい。ありがとうございます、ケロ。はい。ケロケロ。はい。はい。ということで、もうたくさんの素晴らしい方がご出演のこの狼女の香り、今ただいま発売中でございます日本語吹き替え版コレクターズボックスボリューム1、ボリューム2、もうね、ぜひぜひぜひご覧くださいませ。はい、詳しくは概要欄ご覧ください。ということで、狼女の香りでございました。ミスターフカエルさん、ありがとうございました。あ、こちらこそいつもありがとう、ケロです。ありがとう、ケロです。ということで、ぜひこちらの日本語吹き替え版コレクターズボックスボリューム1、ボリューム2、よろしくお願いします。ということで、次回もまたお会いしましょう。さようなら。バイバイ、ケロ。バイバイ、ケロケロ。これで皆さん方は今から銀河系惑星軍の指揮官です。うわはねえ、来てよかったわね。巨大な宇宙船がその道の領域を目指して旅に出る。宇宙に潜む数々の謎、それを解き明かすために宇宙サバイバル大